んにちは、くみきこと船山くみこです。今日はですね、リリーン、デン、GU でお買い物をしてきました。実際に私が選んできたんですけど、この GU のお洋服を使って初めてデートだったりとか、まあ、そこから仲良くなるまでのデート服を5パターンコーディネート組みたいと思います。デートの時ってね、お洋服困りますから。GU もね、たくさんお洋服あったんですけど、これは使えるっていうのを厳選して選んできたアイテムです。まずはこれ、ちょっとニットっぽく見えるんですけど、カットソー素材のタートルネックです。ゆったり着れるアイテムなんですけど、カジュアルにも甘くもきれいめにもすごく使いやすそうなアイテムだったので選びました。首元もね、二重になってるのであったかいですし、ニットじゃなくてカットソーなので春先まで使えるんじゃないかなと思って選びました。まだまだありますからね。これ使えるアイテム見つけましたよ。これは白いブラウスなんですけど、すごいね、生地がしっかりしてるんですよ。なんか肌触りがよくって、シンプルなデザインのブラウスに見えるんですけど、ちょっとここにギャザーが入ってたりとか、立体感もあるので、お仕事の時とかにもね使いやすいですし、ちょっとしたおめかししたい時にも使えるなと思ってこれは選びました。白なのでね、すごい使いやすいと思います。続いてこちらです。デニムスカート、これね、前にスリットが入ってるので長いんですけど、なんかちょ歩くたんびに前のスリットが開いて、ちょっと足が見えるのが女っぽくって可愛いなと思って選んだのと、あと実はこれデニム生地には見えるんですけど、中がフリース素材になってるんです。なのでね、ちょっとまだ寒いんじゃないかなと思うんですけど、のフリース素材なのであったかく着れるっていうのもいいなと思いました。あとこれは伸びます伸びるので、すごいこれは使いやすいし、合わせやすいだろうなと思って選びました。お次はちょっとね、これは挑戦カラーです。ティリーン、オレンジのニットです。まあね、これからちょっと梅春って言って、まあ、1月2月になってくると冬と春の間でちょっと冬服も飽きたなっていう時とかに、色の差し色を入れていくと、なんか服のマンネリも防げるので、綺麗なオレンジのニットがあったので、ちょっと挑戦なんですけど、仲良くなってきた時にちょっとね変化を見せるっていう意味でも、デートの時にねいいのかなと思ってちょっとチョイスしてみました。これは私も挑戦です。そしてこれはね、いい買い物しましたよ。じゃらーん、ソーレースのスカート。ちょっとくすんだピンクなので大人っぽく着れますし、ソーレースのスカートって結構値段張るんですけど、なんとお値段1900円です。正確には1990円かな。なのでこれは本当に1着持っているとすごい使えるアイテムだと思いますし、他にも白と黒があったんですけど、まあ、黒はね確かに高見えするんですけど、このくすんだピンクがすっごいお姉さんっぽくって、本当に値段以上のものに見えたので、この色をチョイスしてきました。今出したこの5点全部1990円です。なのでこの GU の使えるアイテムたちを使ってデートの新別コーデを5パターン組んでみたいと思います。お待たせー。まず1コーデ目は初めてデートのコーディネートを組んでみました。初デートということで、この白のタートルネックのトップスで女の子らしさを出しつつも、私のブランドのスカートなんですけど、ミコアメリのスカート、ギンガムチェックでちょっと軽さも出したコーディネートになってます。初めてコーデはね、本当に大事なデートだと思うので、露出はしすぎず、だけど女の子は満載に詰め込んだコーデにしてみました。どうでしょうか。本当に実際このトップスなんですけど、めちゃくちゃ着心地いいです。ニットじゃないので軽いですし、風もそんな通さないから、あったかいけど本当に長く着れそうなニットです。で、あえてちょっとあざとさを出そうかなと思って、まあ、きちんとするんだったらこれインした方が、前はインした方がいいと思うんですけど、ちょっとゆるさ、可愛らしさっていうのを出したかったので、アウトにして着てみました。初めてコーデです。
じゃあ次の服着てきます。はい、次はですね、休日デートのコーディネートをしてみました。この GU のデニムのスカート履いてみると形も綺麗で伸びます。なので履きやすいですし、2回目のデートということで、前回は全然肌の露出をしてなかったんですけど、ちょっと透け感のあるトップスを着てみたのもポイントです。で、デニムなんですけど、デニムでちょっとカジュアルになりそうなところを、足元はヌーディーなパンプスを合わせて、トップスもちょっとベージュでヌーディーな感じにしたので、あの大人っぽい感じのコーディネートにまとめてます。はい、本当に可愛い。このスカートしかも裏がデニムじゃないので、あの履いた時の肌触りがすごい気持ちいいです。フリースっぽい感じなので、これでデートぜひ皆さんも行ってみてください。では次着替えてきます。お仕事お疲れ様。はい、というわけでですね、あの今回は仕事終わりのデートスタイルというのでテーマで私の中で組んでみました。あの先ほど選んだ GU のトップスなんですけど、このきれいめトップスとあえてちょっとタイトなマーメイドタイプのスカートを合わせることによって、ちょっと仕事っぽいスタイルなんですけど、デート感、女っぽさっていうのも入れてみました。私155センチなんですけど、身長がちょっとマーメイドスカートってこうタイトにもなりながらキュッとくびれてフレアになるので、すごいスタイルアップも狙えるので、とても好きなアイテムです。でこのトップス GU なんですけど、めちゃくちゃ高見えするので本当に使えるアイテムだなって思いました。本当に細かいボタンもね、透明になってたりとかして可愛いですし、着心地も着た感じもやっぱり立体感が出てるので、すごく着やすいアイテムになってます。これで妄想するんだったら、私がもし OL さんで、まあ、仕事終わってこれで待ち合わせして、なんかちょっとね彼をドキッとさせながらもこのあと映画とか行きたいですね。はい、というわけで次の服行ってきます。じゃん、今回はピンクのスカートにちょっと黒でまとめてみました。今回のデートはですね、4回目のデートです。夜のディナーに行くっていう設定でちょっとコーディネートを組んでみました。なのでまあ女性らしい可愛げのあるこのスカート、これ GU なんですけど、 GU のスカートにちょっとまあ、華やかさもありつつも可愛らしさも残し、そして大人っぽさも出せるいいとこ取りなこのちょっとトップスを合わせて、で足元も後ろがパイソンになってるので、パイソン柄になってるのでちょっとまあ夜感もほんのり出しつつ可愛らしさも残したコーディネートです。今回のデートで、まあ、4回目だとしたら、そうですね、付き合いたいですね。うまくいくことを願って行ってきます。じゃーん、オレンジニットがこうなりました。はい、今回のデートはですね、遊園地デートです。前回のディナーできっと実ったであろうというわけで、ちょっとギャップを出してあのカジュアルな雰囲気のコーディネートになってるんですけど、まあ、足元はスニーカーでちょっとオレンジで元気色にしつつも揺れる素材のスカートを使ってみたり、まあ、髪の毛もねあえてポニーテールにして、あの髪の毛の長さだったりとか、まあ、揺れるのはちょっとモテポイントだと思うので、頭先から足元までカジュアルながらも女の子らしさも入れたコーディネートになっております。これならもう
とことん動けますし、やっぱり洋服ってすごい気分を上げてくれるものだと思うので、オレンジの服を着てるとやっぱりなんか気持ちもめちゃくちゃ元気になります。今日は遊園地でいっぱい張り切るぞ的な感じですね。というわけで、5パターン皆さんに GU とあとミコアメリのお洋服合わせたコーディネートを見ていただいたんですが、どうでしたか？普段お洋服ってすごい悩むと思うんですよ。悩みすぎてもはやわからないっていう時とかもあると思うので、そういう時に、あ、組み木はこういう風にするんだなっていうのを参考にちょっとでも慣れたらいいなって思います。もしかしたらちょっとあざといなっていうところもあったかもしれないんですけど、分かりやすい方が実りやすいのかなとも思うので、恥ずかしがらずに可愛いお洋服を着ていただけたらいいなって思います。というわけで皆さん参考にしていただけると嬉しいです。今回はご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。